ロータス91は、チームロータスが1982年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。1982年の第2戦から最終戦まで、実戦投入された。基本的なデザインは、前年車の87をベースとしている。87は88のカーボンモノコックを強要し、ツインシャー足部分を取り除いたマシンなので、91の 随所に88の名残が見られる。翌1983年からフラットボトム規定が導入されたため、ロータスにとって最後のグラウンドエフェクトカーとなった。シーズン中盤の第10戦イギリス GP から87-5がプルロット形式、ライジングレートのフロントサスペンションを持つ91-5に改装されて持ち込まれたが、イギリス GP を含む4戦で、 スペアカーとして使用されるに止まった。最終戦のラスベガス GP には91、10がプルロット形式フロントサスでマンセル用の新車として持ち込まれたが予選の途中からマンセルは従来のロッキングアーム車に乗り換えている。タミヤはこのマシンを譲り受けて102バイト、ティレル P34 などの F1 マシンとともに本社ビルに展示している。しかし、 プラモデルとして製品化はされていない。開幕戦には、前年に使用した87の改良版である87バイトを使用。91は、第2戦ブラジル GP から投入された。ドライバーは、前年に引き続きエリオデアンジェリスとナイジェル・マンセル。デビュー戦はマンセルが5位でフィニッシュし、レース後に1.2位の2台が失格となり繰り上がりで3位に入賞した。 第4戦サンマリの GP は他の放置チ系チームと共に欠場した。カナダ GP での負傷により欠場したナイジェル・マンセルの代役として第9戦にはロベルト・モレノが第11戦にはジェフ・リースがスポット参戦したがモレノは予選落ちでリースが12位完走という結果に終わった。第13戦オーストリア GP では エリオ・デ・アンジェリスがわずか0.05秒差で追いすがる、ケケ・ロズベルグを抑えて優勝した。これはロータスにとって1978年第13戦、以来4年ぶりの勝利であるとともに、シーズン後に急成する創設者コーリン・チャップマンにとって、最後の勝利となった。シーズン終了後の12月には、全日本、e、F2 選手権チャンピオンとなった、中島サが、 JPS トロフィーに優勝した特典として、ドニントンパークにて91をテスト走行させている。また、1983年の夏に富士スピードウェイで開催された F1 フェスティバルでも、中島サトルが91を運転している。91は87、88と、基本的に共通のモノコックが使用されているので、シャーシナンバーも88、87からの連番と、 なっている。九十一六から九十一十までが新しく作られ、八十七五が九十一五へと、コンバートされた。日本のコレクターに売られた九十一六と、タブの出来が悪かった九十一九以外のモノコックは、その後九十二九十四 t としても使用された。八十八八十七と後に、コンバートされた九十二も含めて十台すべてが、 謙遜する。ありがとうございます。